トップガンマーヴェリックがメガヒット中のトム・クルーズが、7月3日で60歳に。精力的に映画に出演し続け、作品プロデュースに加え、スタントもこなし、撮影中の怪我も何のその、驚異の回復力で復帰する、ザ・仕事フリークのトム様。今やハリウッドのレジェンドとなった彼の、1980年代の、爽やか美青年時代を代表作とともにプレイバック。タップス、1981。トムのキャリア初期の作品。1年後に廃校が決まり、マンションに建て替えられることになった名門の陸軍幼年士官学校。そこである不幸な事件が起こり、学生たちは、その純粋さゆえに悲劇を引き起こしていく。ショーン・ペンやティモシー・ハットンら共演名優たちの若き姿も見逃せない。トムは生徒の一人で准主役のデビッドを演じている。卒業白書、1983。ゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネート、トムをスターに押し上げた初主演作。大学進学を控えたジョエル、トムは、両親の留守中に羽目を外してしまい、トラブルに見舞われて。まだあどけなさが残るトムの、ダサかわなダンスシーンは必見。トップガン、1986。米海軍のエリートパイロット養成校、通称トップガンで学ぶこととなった訓練生ピート、トムが、挫折や相棒の血、恋を経験しながら成長していく姿を捉えたヒット作。精悍なトムの魅力を世界に知らしめることとなった。超話題の続編、トップガンマーヴェリックを見ようと思っている人は、ぜひこちらを見てから劇場へ。レインマン、1988。長らく絶縁状態だった父の死を知り、帰郷したチャーリー、トム。彼は、存在さえ知らなかった自閉症の兄、レーモンドが、父の遺産のほぼ全てを受け取る予定だと知る。レーモンドを演じたダスティン・ホフマンは、アカデミー賞主演男優賞を受賞。カクテル、1988。大ヒット青春映画。兵役を終えたブライアン、トムは、ニューヨークでバーテンダーのバイトをすることに。カクテル作りのド派手なパフォーマンスが好評を得るが、公開当時は彼の真似をするバーテンダーが爆発的に増えたそう。弾けんばかりの魅力を振りまくトムが眩しい一本。